グッドモーニング、おはようございます。今日もオルクの現場が人手不足ということでヘルプに行ってきます。ちょっと遅いんで急いできます。1件目の現場終わりました。軽く飯食って次の現場に向かいます。今日は仕事後にめっちゃ急いでトレーニングしました。今はちょっと行かなきゃいけないのですぐにプロテイン飲んでシャワー浴びて行きます。今家出ました。今から髪を切りに行きます。髪の毛は僕の友達、トルコ人の友達なんですが、彼が日本風に言うと見習いみたいな感じで床屋で働いてて、で今美容師免許を取ろうとしてて、取ったら自分で店開くみたいな友達がいて、で彼のお父さんがカフェをやってて、そのカフェの裏の物置部屋みたいなとこでいつも髪を切ってくれてるので、彼のとこにいつも行ってます。彼はめっちゃ切るのうまいです。そこら辺の美容師より全然うまいです。違う友達を迎えに行ってから彼のとこに行きます。友達のところで髪切ってきました。いろいろと話をしてたら遅い時間になってしまったので寝ます。おやすみなさい。 Good night。